どうも皆さんこんにちは、横尾マーク2です。本日ですね、前回クリスマスの、買ったものというかもらったものですね、クリスマスプレゼント紹介でも、言ったんですけど、トミックスのこのヤードの照明と LED、 こちらをね本日は実際開封して点灯させてみたいと思います。はい、特に言うことないんで、とりあえず開けていきたいと思います。よし、結構開けづらい。おお、いいね。こんな感じです。見えるかな？ライトがこことこの2つ3箇所についておりますね。でコネクタが下からこうついてますので、でちなみに最初に言っておきますが、これ点灯されるさせるには、パワーユニットと変換分岐コードってやつかね、これが必要になりますので、皆さん注意してください。そうしないと多分光りません。はい、ということでね、ヤードとはこんな感じです。早速ね、レイアウトのヤードのところに置いてみようかなと思います。今レイアウトのね、このヤードの、前の部分に置いてみました。見た目も結構いいですね。配線はですね、僕ここに穴開けました。じゃあ早速ね、こちらのパワーユニットをオンにしていきたいと思います。これじゃあちょっとね、 N500 という、今売ってないやつですね。いきます。おお、やっぱ LED ってことは明るいですね。おお、すごい、見た目もかなりいいですね。ちょっとライトじゃ消しめ、部屋の電気消しましょう。おお、ちょっと今車両がいないんですけど、こんな感じです。カメラでもちゃんと映りますね。すごいいいかもしれません。明るい、すっごい明るい。電池じゃないんでね、パワーユニットなんで、はい。すごい、すごいっすね、やっぱり。これ買って高いんですけど、ヤードとか作られた方は、ね、ヤードとかある方はね、こう、一つ置いてもいいんじゃないですかね。気に入りました。大変いい商品だと思います。また今度ね、車両実際に置いて、やってみたいと思います。それでは終わります。